今から望月敏孝さんのメルマガをながら聞きできるように朗読していきます。続けることを続けよう。習慣は66日で作れる？三日坊主をやめたい。多くの方が思うことです。とはいえ、やったらいいことほど習慣化は難しいものです。だからこそ様々な神話がありました。3日続けられれば一生続けられる。人は21日間で習慣化できる。この点、2010年に興味深い実験報告がされました。人が習慣化するには平均66日かかる。ロンドン大学の教授らによるものです。大きく話題になった話です。あなたも知っているかもしれません。実験はシンプルでした。その1、学生96人に毎日できそうだが実際には行っていない行動を一つ挙げてもらい取り組んでもらいます。その2、その行動を行ったか毎日ウェブ上で報告してもらいます。その3、それを84日間計測します。その結果、早い方で18日、遅い方で254日で自動的になったと報告されました。66日とはこの平均値なのです。最も学生が希望した習慣は水分を取ることから瞑想することまで様々でした。当然それぞれ負担も違います。66日というのは参考値と考えても良いと思います。僕が驚いたのは別の部分でした。三日坊主を一生続けよう。実験チームは同時にこんなことも調べていました。人は一回でもサボると習慣作りを妥協してしまうものなのか。何か続けようにも一回でもできないともういいやとなりがちですよね。研究チームは3回はトントンと実行できたけど次はできたという報告がなかった回数を調べました。すると55人の被験者が140回もこんな瞬間を迎えていたようです。ではサボった次の回はどうなったでしょうか。残念ながら計測している習慣化スコアは下がりました。しかし被験者はそれでも気を取り直し続けていきました。すると最後には被験者の大半が習慣化に成功したのです。研究チームはこう報告しています。たとえ1回実行する機会を逃しても習慣作りには実質的な影響はない。本当に大切なのはこの点です。三日坊主でも気を取り直して続ければ必ず良い習慣は身につくのです。だから続けることを続けましょう。本日もお読みいただきありがとうございました。影響力は絞ることで生まれてくる。日本一スタッフが早く帰れる飲食店。京都に一軒のステーキ屋さんがあります。お店は10坪14席。メニューは1日100食限定。そこからお店の名前は百食屋と呼ばれています。1日100食提供する。このシンプルな目標だけを日々続けてらっしゃいます。最大のメリットはスタッフが早く帰ることができるところです。9時半から整理券を配り、毎日お昼で100食が完食。もちろん夜の営業はしません。片付けや仕込みをしても17時にはスタッフが帰宅できるのです。模範的な働き方改革でしょう。他にも食材の廃棄が極端に少ないなどメリットもあります。とはいえやはり心配なのはあのことです。めちゃめちゃ儲からない。経営者である中村さんはそうおっしゃっています。百食屋さんは2020年で創業7年目。確かに国産和牛と赤ワインで煮込んだステーキ丼は絶品です。とはいえ、100食しか売らないとなれば、売り上げはある一定のところで止まってしまいます。さらに災害などがあれば、極端にお客様がいなくなります。飲食業界に詳しい専門家から言えば、決して成功しているとは言えないのかもしれません。
しかし、もともとは脳性麻痺の息子さんの朝夕のリハビリのために始めたお仕事です。中村さんはそのために働き方を極限まで絞ったのでした。幸いこうした働き方は大きな共感を呼び、宣伝することなく多くのメディアに取り上げられました。そして2017年には新ダイバーシティ経営企業100選にも選出されました。いかがでしたか？夢は大きく持とう、よく言われることです。しかしそうした夢はやがて現実の前にしぼまざるを得なくなります。そんな時に必要なことはあえて絞ることです。自分が一番大切にしたいものは何か、そのためには何を捨ててもいいか、絞ることは辛いことです。しかし絞れば絞るほど次第に多くの人の目に留まり、影響力が出てくるのです。影響力は絞ることで生まれてくるのですね。本日もお読みいただきありがとうございました。口を閉じれば自分と話せる。ドイツ統一の軍神は生涯文学青年だった。ドイツの英雄にモルトケという人がいました。プロイセンの参謀としてフランスと戦い抜いた人です。電信、鉄道を使った戦略を発案し、ドイツ軍の父と呼ばれています。それ以降は壁を作って守るよりも相手国に攻め入って戦うという新しい戦い方が生まれました。もっとも鉄道も電信もドイツで生まれたものではありません。あっても戦いで使うとは誰も考えていませんでした。ではなぜ彼はそんな発想ができたのでしょうか。そこには想像もつかない一面があったのです。偉大なる沈黙者モルトケはこんなあだ名がありました。口を閉じれば自分と話せる。渡部先生はモルトケのような人をこう評しています。彼らは内向的な性格だったから、自分の頭の中が見え、明確な像を描くことができた。そして像ができれば必要な情報は自然に引っかかってくる。情報力とはそうしたものではあるまいか。僕らは日々スマホを片手に受信と発信を目まぐるしく繰り返しています。膨大な情報が絶えず更新され、僕らの頭の中に入ってきます。でもその情報を価値あるものに発行させるには、どうしても誰にも邪魔されない内向的な時間が必要なのです。一人でいること、一見何もしていないこと、最初はちょっと怖いかもしれません。しかしその時間こそが実は未来につながる価値を作る最も大切な時間なのです。口を閉じて初めて自分と話せるのですね。本日もお読みいただきありがとうございました。